使い心地ですが、ちょっとね想像とは違いました。動画の最後にはみんなで作るナイトブラ企画のおすすめ具合もご報告しますので、最後まで楽しんでいってください。こんにちは、美ボディ研究部部長の佐久間美穂です。はい、今日はですね、前回こちらの動画で20種類以上のねナイトブラの中から独断と偏見の部長的おすすめベスト3を発表させていただいたんですが、その中でビアージュさんのブラのデメリットに感じた部分にちょっと生地が蒸し暑く感じたっていうところをね挙げておりましたらば、コメント欄でねその蒸し暑さを解消したビアージュエアーという新商品が出てますよと教えていただき、そちらのレポートもしてほしいというリクエストをいただきましたので、個人的にもねビアージュさんは低価格の割にフィット感もあって好きなので、蒸し暑いっていう部分がね本当に解消されたのならこれからの季節も気になりますし、前回のランキングも変わってくるかもしれないなと思って気になったので早速購入して使い心地を試してみました。ただね、前回私はビアージュのデメリットは蒸し暑いところのみを書いていましたが、ちょっとコメント欄を見ていて、あ確かにこれもデメリットに感じてたのに言うの忘れてたなっていうところが2点見つかりまして、1つ目がねゴムがちょっと伸びやすいっていうところ。前回の動画でもね背中の方とか結構隙間があったと思うんですけど、最初はねピタッとしていて、1、2ヶ月くらいした頃から背中の浮きが目立ってきましたかね。私はナイトブラはブラ用のネットに入れて洗濯機で洗っちゃう派なので、手洗いとかしてあげたらねもう少し持ちは良くなるんじゃないかなとは思います。そして2つ目が丸いねパッドが入ってるんですけど、この丸パッドが回りやすいっていうこと。ビアージュさんのパッドはちょっと独特な形をしていて、わかるかな、下にねちょっとポコッとしたお胸を持ち上げてくれるような部分がついてるんですけど、これがね回転することで上に来ちゃうと逆に上から胸を押さえつけられてしまうという点です。コメントのおかげでね見落としに気づきました、ありがとうございます。なので今回はその3点、蒸し暑さ、ゴムの伸びやすさ、回りやすいパッド、そのあたりが改善されているかも気にしつつ、前回のねお気に入りナイトブラランキングに変動はあるのか見ていきたいと思います。そして動画の最後にはみんなで作るナイトブラ企画のおすすめ具合もご報告しますので、最後まで楽しんでいってください。それでは行ってみましょう、レディゴ。なんか画面黄色かったね。まずどこが変わったのかという点ですが、今回のビアージュエアという商品ホームページを見させていただいたところ、元のビアージュから変わったポイントは通気性、カラー展開、価格、大きく分けてこの3つかなと思いました。まず通気性ですね。この脇の部分の布透かして比べてみるとね分かりやすいんですけど、ちょっと編み目が粗くなったというか、より空気が入ってきやすいような感じになってます。あとこの谷間からアンダーラインにかけてもボコボコっとね大きめの通気口みたいな穴が開いてたりとか、それからパッドもですね、一見違いは分からないけど透かしてみるとドット柄のように細かく穴が開いて通気性を上げる仕組みがいろいろと施されていました。でもやっぱり一番の変化はね背中の部分ですよね。もうこれはね一目瞭然かなと思いますが、通気性が元ビアージュに比べて34倍アップしたと書かれていますが、その34倍って比べられているのも背中の部分のみでの比較だったので、そこがね一番涼しくなっている推しポイントなんだと思います。実際着てみての感想はまた後で語ります。続いてカラー展開ですが、元ビアージュはたくさんのカラーがありますが、エアーの方は今のところブラックのみになってます。まだねおそらくお試し段階ではないかなと思うので、エアーもビアージュくらい売れたらカラー展開もね増えていくんじゃないかなと思います。そして最後に値段ですね。素材がやっぱり変わっちゃった分か少しお値段は上がっちゃいましたね。まあ十分破格ですけどね。でお待たせしました、肝心の使い心地ですが、結論から申しますとちょっとね想像とは違いました。一言でまとめると、元ビアージュの方が私は好きかな。元ビアージュのこのよく伸び縮みするゴムの感じが好きだったので、この感じで全体的に涼しくなるのかなって想像してたんですけど、確かにね背中の部分は涼しくなりましたが、やはりあのフィット感を実現するにはどうしてもねこの分厚いストッキングみたいなちょっとムシムシしちゃう生地でないといけないのか、フロント部分前の部分の生地は変わっていないので、夏にも使いやすいような涼しさ、通気性とか吸水性とかを求めるなら、またちょっと前回の動画で発表した1位2位の他社商品に比べると、前のね谷間のあたりとかムシムシする感じが少ししました。その分背中のね生地を切り替えられているんだと思いますが、切り替えたことでね縫い目が裏側にできちゃって、着る時にね元ビアージュさんよりちょっとガサガサっと肌に当たる感じがして、ビアージュ独特のつるんとした縫い目のない着心地の良さっていう部分が逆に消えてしまったんじゃないかなとも感じました。さらにフロント部分の
の強さはそのままに、背中側だけ生地が薄くなったので、前から引っ張られる強さが際立って、ちょっと垂れるというか猫背になりたくなるような引っ張られる感覚も私は感じたので、まあ、とはいえね、寝ている間に使うものなので、その部分はそこまで気にしなくてもいいのかなとも、上向きに寝る人はね気にしなくてもいいのかなと思うんですけど、まあ、結論ランキングが変わるほどではなかったかな。またコメントでいただいていたゴムの伸びやすさとかパッドについては、今回のエアーでは通気性のみが変わっているようなので、特に変わりはないようです。あくまで私の独断と偏見によるランキングなので、人の体はね、ほんと人それぞれの形がありますし、私にはビアージュエアーが最高に合ってるんですけどっていう方もね絶対いらっしゃると思いますので、あくまで参考までにお願いします。でもね、あれだけ売れているのに安心せずというか、蒸し暑いっていうユーザーの声を生かした新商品を作られているのは素晴らしいと思いますし、この元ビアージュもね一度進化してるのかな。友達にビアージュいいよねっていう話してたら、私あれ苦手って言われて、でも着せてみたら、あれなんか前もっと微妙だったんだけどなって言ってたので、多分ね元のビアージュも進化を経ての形なんじゃないかなと思いますし、今後もどんどん進化されていくんじゃないかなと思いました。まあ、お金を出せばねいいものは見つかりやすいですが、低価格の中でって考えたら、やっぱりビアージュさんのブラは人気上位に上がってくるだろうなと思います。というのが今回のまとめですかね。私もそんなビアージュさんの向上心を見習って、みんなと作るナイトブラをより良いものへと進化させていけるように頑張りますので、引き続きご協力よろしくお願いします。ということで、前回の動画で皆さんに協力してもらったアンケートをもとに制作会議を進めてきたので、その裏側の様子をご覧ください。ナイトブラなんてルームブラだったら漏れた方がいいかなと思うんですけど、血流を止めてしまったら栄養が入ってこなくて根本のバストアップにはならないので、インスタグラムで部員さんに聞いてみても、私 H カップあるんですけどアンダーは65もないぐらいなんですよと、そういう方も結構最近は増えてきているので、そういうレアゾーンの方のために何か作れないかなって思うんですけど、体調管理とか厳しいとは思うんですが、ちょっとまあ変動は正直ありますので、ただ今言えるのはサイズはレタルで変化できます。あ、本当ですか。ただそのリスクだけ承知の上で、そのリスクもそのアンケートだったりとかで、うん、カバーできるのであれば、高級な感じもしたと思って、メイクたちが結構中高生ぐらいになってきたので、相談とかされるんですが、中高生とか学生さんの意見とかも無視したくないなって思う、はい、ここが長くて、で裏側もあんまり実はこだわられてないというか。わかります。ただこっかな、そう。全然持ち上がらないし、むしろここ長いからなんか長く食べるなっていう感じがして、結構メインのストラップって、違うんですよね、生地がこことこことすごい細かく違くて、生地が力はまた合ってくるこれが入ってない。あと新しいやつ出てたんです。ほー、さっき行ってきたんですよ。買ってきちゃった。これだけ買ってきた。はい、こんな感じで進んでおります。ご時世的な影響もあってね、少し遅れも出ているんですけど、夏には発表できるように制作チームのみんなも全力で本気で動いてくれているので、続報をお楽しみにしていてください。またインスタで急遽アンケートを取ることもあるかと思いますので、インスタのフォローもしておいていただけると、よりあなたの意見がナイトブラに反映されるかなと思います。ふーということでね、そんなこんなで最近ちょっとバタバタ部長なんですけど、前回の動画で言っていた書籍の方は無事完成しましたので、ここからはねブラ作りと YouTube もねそろそろ更新頻度を上げていけるかなと思いますので頑張ります。最近月1投稿になっててすいませんでした。それでも応援メッセージをねコメント欄とかインスタとかで送ってくれてる皆さんも本当に嬉しいです。パワーになってました。ありがとうございます。はい、ということで今日の動画も参考になりましたら、グッドボタンで応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録やコメントなどもいつも本当にありがとうございます。それではまた次回の部活でお会いしましょう。バイバイ。